もう始まって、それぞれの種目に激しい優勝争いが続いています。ゆかの演技、ソビエトのリセンコです。各種目ともこれまでに半分ほどの選手がそれぞれ演技を終わっています。このゆかでは日本の三浦花子選手が 9.70 で現在のところトップにつけています。その 9.70 を上回ることができますか、ソビエトのタチアーナ・リセンコです。14歳。個人総合では両星輝に続いて第2位、種目別では全ての種目に優勝を狙っていますソビエトのリセンコです。ソビエトといいますとソウルオリンピックでは団体金メダル、個人総合でもシシノワが金メダルを取っています。決まっています、ソビエトリセンコ。本当にジュニアとは思えない安定した演技をしますね。そうですね、あの表現も実にね、はい、あの完璧な大人の表現、よくね、あの自分で咀嚼してね、はい、あの動いてますよね、ただ難度がねちょっと小菅さんよりは落ちるんではないかと思うんですね、はい、そうですか、はい、でも10点満点で3つの D、1つの C、2つの B と、はい、実にまあ組み合わさってますね。ここはムーンサルトですね、はい、ここはムーンサルトですね、はい、はい、非常にあの受けた後もね柔らかくね、はい、やりましたっていうのではなくてですね、あの辺が非常にエレガントですね、はい、だからもうこういう大きなジャンプをしてもね、真横に開いてよ、はい、ソビエトの体操は一時はそのパワーといいましょうか、力強さが前面に出ていましたが、またちょっとエレガントな雰囲気に変わってきましたか。そうですね、はい、エレガントで力強いというのが欲張ったようですけどね、大事なことです。はい、タチアナ・リセンコでした。さあ得点が 9.80 と出ました。 9.80、 これまでのところ日本の三浦を抜いてリセンコトップに立ちました。三浦第2位に落ちました。